政治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災から復興を成し遂げるための組織とするよう検討を進めてほしいとご指示をいただいたところであります。復興庁は東日本大震災から10年となる再来年3月末が設置期限となっていて、政府の復興推進委員会が後継組織の在り方など復興基本方針の見直し案を検討しています。見直し案は安倍総理の指示も踏まえ、来月上旬にも閣議決定される見通しです。